お世話になります。ひとりでございます。ポケモン25周年を記念しまして、新たなイベントレイドが始まるということで、今回はその情報を共有させていただきたいと思います。今回出現するポケモンは巨大マックスピカチュウらしいですね。期間は2月26日から3月1日の8時59分までという感じで、また短いレイドですね。で、今回もまた期間中にみんなが合計100万回以上勝利すると、なんと鎧鉱石とマックス鉱石を100個ずつプレゼントということで、めちゃくちゃ太っ腹っすよね。これは皆さん協力して100万回行きましょうよ。で、今回はなんと色違いも出やすくなってるとのことらしいですね。前巨大マックスピカチュウのイベントはありましたけど、その時は確か出なかったっぽい感じなので、いや今回めちゃめちゃレアですね本当に。いやこいつもともと特典だったのにここまでしちゃうんすね、最後の手段として。さすがポケモンデーだわ。ということで、まあ早速ねやっていきたいなと思います。やり方につきましてはね、いつも通りですね、不思議な贈り物からワイルドエリアニュースを受け取るでね、やっていけばいいんじゃないかなと思います。はい、これ出たら OK ですね。じゃあ行きましょう。はい、で出現する場所についてはね、いつも通りどこでも出ると思いますので、まあとりあえずここでいいかな私は。はい、行きましょう。はい、一発目で来いよ。一発目で来たらもうすごい運がいいと思う。そういう運気来ると思うよ。来い。おい、来た。いいね。いきなり来ましたよ。ちなみにまたこの巨大マックスピカチュウについては、色違いはね5つ星で出やすくなってるらしいので、これ出る可能性あるってことですね。まあ、とりあえずホルドでいいかな。行きましょう。ワンチャン一発で来るよ。来る可能性あるよ。普通に否定できないよ。否定できないけど否定された。ピカチュウ頼むよ。色違いじゃないですけど、報酬とか見るために普通に倒したいと思います。おい、マジかよ。おい、ひどいぞ。なかなか強いぞ、マジか。うわ、影分身めちゃめちゃやられるからこれきついっすね。相手に当たらない攻撃が。うわ、ボルテッカーとかやってきた。うわ、もうボロボロだわ。携帯やつどんぐらい入る。うわ、まあ結構入るね。ピカチュウそういえばバリア5つでしたね。なのでまあそこそこあるっていう感じ。うわ、ハイドロポンプとか当たんねえよ、相手影分身やりまくってんだから。しかもさっきなんかさ、手助けでコイキング手助けして、それでハイドロポンプ確率ただでさえ低いのに、相手影分身しまくってそれで外れるっていうね、もう最悪なムーブされましたよ。いやこれ多分ね、飛来心とかあった方がいいっすね。そういうのがないと勝てないかもしんないっすね。オッケー、なんとか倒せた。超強かった。めちゃめちゃ運ゲーになっちゃったね。ですから確実に勝つためにはそれなりの対策していかないときついかもわかんないですね。リピボーでいきましょう。はい、頼む。オッケーオッケー、いいよ、今回調子いいぞ。オッケーオッケー、スムーズに進みすぎ、めっちゃありがとう。30回ぐらい言いたいね、ありがとうって。はい、オッケー。しかもアイテムクソいいっすね。クソほどいいわ。経験飴 L15 個、経験飴 XL5 個、ダイマックス飴5個、5個も手に入るんですね。で鉱石系も2個ずつ。うわ最高っすね。不思議な飴は1個だ。あ、でも水星のかけらもあるんでお金も貯まるし。うわ、めちゃめちゃ豪華っすね。本当にやばい。これは歴代の中でもトップレベルでいいんじゃないでしょうか。まあ多分でも飴集めんだったら普通に抜け人レイドの方が早いと思いますけどね。結構強かったんで、まあとりあえずゲットですね。はい、じゃあ見ていきましょう。 5V ですね。まあ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 いいでしょ。で強さを見ていきましょう。はい、巨大マックスピカチュウレベル60のオスでございまして、あ、持ち物電気玉、全員かわからないけど電気玉持ってるっぽい感じっすね。でピカチュウに持たせると攻撃と特攻の威力が上がる不思議な玉ということで、まあこれはね結構珍しいっちゃ珍しいんで、まあとはいえね、まあ昨日の動画でもあげましたが、その25周年記念の配布でピカチュウでね配布されて、もう電気玉持ってるやつありますんで、まあ必要はないんですけど、でもまあ持ってたら嬉しいっすよね。まあ全員持ちかは分かりません。ただもらえるということで、で特製静電気ということで、静電気を体にまとい触った相手を麻痺させることがあるということで、普通特性ですね。ただ夢特性の方はね、配布の方でもらえますので、別にこっちもね夢特性じゃなくてもいいという感じで、技はボルテッカー瓦割りじゃれつくアイアンテールということで、これなかなか強いっすねマジ。あのボルテッカー普通にやってきますし、そのレイド中に、で瓦割りではあのダイナックルになるんで、相当危険っすね。なのでちゃんと準備していった方がいいと思います。
で、やんちゃな性格でございまして、リボンは持ってないということでございました。いや、巨大マックス本当に特典だったのにね、こんな普通に手に入っちゃうという。まあポケモンデーだからね、しょうがないよ。で、今回は巨大マックスピカチュウしか出ないらしいので、もう早速ね、色違い捕まえちゃいたいと思います。はい、じゃあ行きましょう。はい、ここに入れて来いよ。無理か。あ、これもイベントレードのやつじゃね。え、ちょっと待って、意味わかんないんだけど。あ、そういうことか。今ちょっと調べてみましたら、わかりました。え、どうやらですね、今までのエスパー格闘レイドが開催されていて、今の期間はそれに追加する形で巨大マックスピカチュウが登場するとのことです。なので既存のイベントレイドも普通に出てるということですね。多分これイベントレイドのやつですので、巨大マックスピカチュウとか出したかったら、ここでみんなで挑戦やって、ホームボタンを押して、それで設定で1日進めるってやつやれば、巨大マックスピカチュウにありつけるということですので、まあここでやっていきましょうか。それで多分ね、5つ星しかね、巨大マックスピカチュウ出ないみたいな、感じかな。オッケーオッケー、出ましたね、早速。で、そしたら5つ星で色違いがね、出やすくなってますので、それが出るまで、やりまして、それで、出たら、レポート書いときましょう。はい、レポート書いといて、これで、戦っていきますよ。来るかな。すぐ来たらめっちゃ嬉しいよ。喜ばして、たまには私を苦労させないでくれ。無理か。てか、ピカチュウの色違いそんな分かりにくいからね、パッと見じゃちょっと分かんないところもあるかも分かんないけど、全然こいつは違うと。っていうかさ、ピカチュウの色違いのやつってさ、あの最近ポケモン GO でもありましたよね。だからどんどんもうピカチュウの色違いがね、量産されていくというね。まあいいや、リセットしていきましょう。はい、じゃああとはみんなで挑戦やってね、それでホームボタンを押しての繰り返しですね。日付変更バッグで別の星5の、ピカチュウを出してですね、それで色違いが出るまでね、ひたすらやるというね、苦行でございます。なかなか、おーすごいね、出たね、連続で。まあ結構確率的に上がってんのかな。まあ他のエスパー格闘タイプいるけど、ピカチュウが出やすくなってたりするのかな、多分。なのでやりやすいっちゃやりやすいのかな。行きましょう。来いよ、来てくれ、頼む、願う、願えば叶う。お、来た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 、早っ、めっちゃ早っ、早くねめっちゃ行いいからからな、最近の。いや、全然良くない、良くないんだけど、すごいわ。確率的に多分ね、なんか海外のサイトみたいの見たら、対してね、確率今までとそんな違わなくて、今までね、私の動画見てくださってる方なら分かると思いますけど、もう30回とか40回とか2時間ぐらいかかるんですね。今2発目で来ました。もう最高、神ですわ。まあとりあえず1回リセットします。なぜならばゴリランダーじゃ勝てないからです。普通のやつでさえ強いのに、絶対こいつ色違いだったら激強だと思いますけどね、本当に。で、先ほども言いましたけど、ちょっとなかなかねきついんで、ちゃんと特性飛来心とか持っといた方がいいっすね。まあ相手結構電気技以外もやってくるんだけど、まあこれでいった方が安全でしょうね。いや、まさか2発目で来るとはな。いや、編集も楽で、しかも撮影もすぐ終わるというね、 YouTuber にとってはありがたい限りですわ、ほんと。いや、ここはちゃんとね、ダイヤアースぶちかましていきましょう。巨大万雷も吸ってくれるという、これはありがたいね、ほんと。飛来心持っといた方が絶対いいっすね、これ。まあ、色違いもバリアの数一緒っすね、5つで。波乗りやってきやがった。マジか、全体攻撃やってくんのずるいよ、マジ。ほんとずるい。しかも、悪だくみもやってきたし、ライジングボルトもやってきた。えげつねえな、ほんと。はい、飛来心吸ってくれる。ダイアース行け、ぶちかませ。唯一ね、相手、防御が結構ね、低めっていうのがね、まあ倒しやすい点ではありますが、なかなか強かったけど、これも一発でできましたね。今回はマジで運が良すぎる、本当に。ゲームフリークさん、ありがとうございます。最後にこんないいやつくれて。まあ次はね、新しい作品出るでしょうから、期待してますから、私は。ですので、もう剣立てでもおさらばになるんじゃないでしょうか。だからね、最後にプレゼントしてくれたんでしょうね。来いよ、頼む、ここも一発で来てくれ。最後一発で来てくれたらもうすごく気持ちいいよ。はいはいはい、オッケー、ありがとう。もう本当に今回はもうやばいわ、運だらけ、本当に最高で。やっぱりね、内容も最高と、報酬の内容もめちゃめちゃ良くて、 L15 個、 XL5 個、ダイマックスアメ5個というね、これもさっきと一緒っすね。不思議なアメ1個なんだ、不思議なアメをもっと欲しいっすね、よく言えば。で、水星のかけら、さっき1個でしたけど2個あるというね。で、香るキノコが添えられてるという感じですね。いやー、いいね、本当。
ありがとう。はい、じゃあ見ていきましょう。 5V ですね。まあまあまあ、そこは許してあげよう。別にいいよ。はい、で巨大マックスピカチュウのレベル60のオスですね。で持ち物また電気玉持ってますね。ということは全員電気玉持ってる系かな。いやもうマジで、そしたらさ、今回太っ腹すぎだな。マジで、ただでさえ巨大マックスピカチュウってだけで結構レアなのに、それの色違いも出やすいというね。で特製静電気ですね。まあ夢特性出んのかなこれ、ちょっとよくわかんないけど、まあ静電気でいいでしょ、強いから。で技ライジングボルト、放電、波乗りチャームボイスということで、さっきと全然違いますね。だから技違うやつも結構出んのかな、おそらく。いや全く違うじゃん、こっち完全特殊技系ですね。でも特殊技系は悪巧みに使ってくるんで、相当レイド対戦は結構だるいんじゃないかな。で波乗りは全体攻撃だしね、放電もそうだし、いやなかなかしんどいと思いますが、だから物理タイプと特殊タイプいるという、いやそういう意味でも結構新しいレイドですよね。あんまなかったですよね、今までそういうやつで。勇敢な性格でございまして、当然リボンは持ってないということで、今回ピカチュウゲットさせていただきました。ちょっと日焼けしてるピカチュウね。波乗りしすぎたのかな。あ、そういうことか。これ多分波乗りしすぎて日焼けしたピカチュウが、まあ色違いみたいな感じってことで出てるってことかな。だから色違いだけもしかしたら特殊系とかそういう感じかな。波乗り覚えてないといけないから、まあわかんないですけどね。まあいいやそれは。はい、ということで今回はね、ピカチュウ2体、捕まえさせていただきました。今回も巨大マックスピカチュウということで超レアで、たださえねレアで、色違いも出やすいので最高のレイドなんじゃないかなと思います。報酬もめちゃめちゃいいんで、これを機会にね、報酬集めとくのも、いいんじゃないかなと思います。もう多分剣盾終わりだから、もう今はもういくら飴やったっていいだろうみたいな気持ちで多分出してるんですかね。多分また飴とかは持っていけないでしょうから、もう剣盾もね過去作となるような立場になってるかもしれないので、大盤振る舞いということかもしれないですね。あ、なんか無性にピッピカチューシャーしたくなってきたわ。